悪魔と妖精の戯れが俺にて襲撃。どれどれ、少し遊んでやろうか。三代目フェアリーテイル。振るがよい。マカロフの子らよ。フェアリーテイルの力を喰らいやがれ。お前はじっちゃんの仇だ。もうよい、消えよ。こいつがジジイの仇か、夏。初代の墓参りに来たつもりだったのに、こいつは驚いた。二代目さんがおられるとは。せっかくだ、墓を作って拝んでやるとするか。
そ、さま雷を食べた。ラクサス、自分の魔力を夏に。ギルドの受けた痛みはギルドが返せ。100倍でな。雷炎竜、100倍返しだ。俺たちのギルドを傷つけやがって。お前は消えろ。俺に任せろ。クリュウ王子ガイ主連爆雷で、クリムオッチ頼んだ。雷炎竜の王冠。これで終わったらもう完全に魔力がねえや。私がここまでやられたのは何十年ぶりかのう。このまま片付けてやるのはたやすいことだが、楽しませてもらった礼をせねばな。あの攻撃が効かなかっただと。悪魔の目かい。ウヌラには特別に見せて神ぜ。魔道の神殿、ここからウヌラの想像をはるかに超える領域。終わりだ、フェアリーテイル。魔道の深淵。魔の道を進むとは、深き闇の底へと沈むこと。その先に見つけたるや、深淵に輝く未知なる魔法。あと少し、あと少しで未知なる魔法にたどり着く。だが、その深さを埋めるものこそ、大魔法石。ゼレフのいる世界。今宵、ゼレフの覚醒とともに世界は変わる。そして私はいよいよ手に入れ。未知なる魔法。ウヌラは行けぬ。大魔法世界にはウヌラは足りぬ。深淵へと進むか。なんだ、こんな近くに仲間がいるじゃねえか。俺たちは自分の弱さを知ったんだ。だったら次はどうする？強くなれ、立ち向かうんだ。一人じゃ怖くてどうしようもないかもしれねえけど、俺たちはこんなに近くにいる。今は恐れることはねえ。俺たちは夏。おう、仲間がいれば
恐怖はない。私たちは最後まで諦めんぞ。それがフェアリーテイル。行くぞ。ロボコーネメシス、アマテラス百式。まだまだ。勝つのは俺たちだ。リーダー、魔道を進む者の頂にたどり着く日までは、アク行け、フェアリーテイラー、メスリオーグカイジュレンバクライジン。これが俺たちのギルドだ。終わったな。ああ、私たち勝ったんですね。みんなよくやってくれた。じっちゃん、それにみんな、なぜ闇に落ちた。言ったはずだ、魔法とは本来闇。闇の中で生まれた奇跡を魔法と呼ぶようになった。ギルドを引退した私は魔の道を深く探ることでこの世界の断りを見つけたかった。あと少し、あと少しだった。未知なる魔法にたどり着くまで。そんなものを見つけても何も変わらんよ。魔法が本来闇だというならそれでよい。光というなら魔法は生きておる。それは時代とともに役割を変え、わしらとともに成長する。フェアリーテイルは自由とともに生きていく。全部
あなたから学んだことじゃ。
そうだな。君たちのような存在が僕を作り出した。君たちのような邪念がアクノロギアを呼んだ。つまりこの時代は終わりを告げる。もう誰にも止められない。世界はここに完結する。ゼレフ、あのゼレフが私の目の前に。これは夢か現実か。アクノロギアは時代の終わりを告げる。君たちの邪念がそれを呼んでしまった。アクノロギア、一体何の話だ。君たちには罰を受けてもらうよ。待て、ウヌにはまだ聞きたいことが。一つはアクノロギアを呼んだ罪、もう一つは僕に命の重さを忘れさせた罪だ。悔い改めよ。身の程を知らぬクズめ、冥界へ落ちるがいい。来たか、アクノロギア。この感じ、なんだ？うるせえ！この声。的に抗えないもんだ。この時代は終わる。さよなら、夏。ブレスタ！まさか島ごと消す気じゃ。防御魔法を使える者は全力展開。俺たちはこんなところで終わらねえ。みんなの力を一つにするんだ。ギルドの絆を見せてやろうじゃねえか。
まで帰ろう。フェアリーテイル。あの時はもうダメかと思った。でも不思議と恐怖はなかったのを覚えてる。ギルドの仲間が一緒だったから、みんながいればどんなことも乗り越えられるって覚えたの。結果から言うと、私たちはアクノロギアの攻撃を受けたのに無事だった。フェアリーテール初代マスターメイビス・バーミリオンが私たちの絆や信じ合う心を使って防御魔法を発動させた。フェアリースフィア、妖精三大魔法の一つで、あらゆる悪からギルドを守ってくれる魔法なんだって。でも封印凍結を解除するのに7年かかってしまい、マグノリアに戻った私は早すぎる時の流れに戸惑った。少し見ねえうちに小さくなったな。この7年でいろいろあったみたいね。私たちにとってはちょっと前のことなんだけど。ああ、ギルドは借金のため差し押さえられ、今はここを仮の本部としているらしい。私たちが留守にしていたせいで、フィオーレ最強だったのが今では最弱ギルドなんて。面白い。はあ、だってそうだろ、上に登る楽しみがあと何回味わえるんだよ。もうそうですよね。うん、楽しみです。しかしこいつは思ったより深刻な問題だぞ。どういうこと？この7年で他のギルドが力をつけたということだ。それはギルド全体の力だけでなく、個々の実力において。奴らは7年多く経験を積んでんだ。俺たちの力はこの時代にはついていけてねえ。そんな、つまりギルドも俺らも鍛え直しってことだな。燃えてきた。奴ら夏たち探しに行っちまったが、ロメオ、ついてかなくてよかったのか？もし天狼島が見つかっても、みんな生きてるかわからねえんだろ。そんなことねえって信じなきゃよ。7年も連絡ねえんだぞ。ただいま。おう、おかえり。お前ら。大きくなったな、ロミオ。おかえり、夏に、みんな。
早よう。なんとか借金の支払いを伸ばしてもらったが、返せる当てが思い当たらん。奴らの嫌がらせのせいで仕事が来ねえ。くそ、手の打ちようがねえ。せっかく夏たちが帰ってきたのによ。ギルドがそんな状況だったなんて。私たちがいない間、マカオさんがマスターとして切り盛りしてくれてたみたいです。これは俺たちの問題でもあるな。うん、ギルドの問題だからね。みんなで協力してお金稼がなきゃ。ほう、そうね。
ずは依頼書を見てみっか。ってこれだけかよ。それだけギルドが落ちぶれてるってことね。借金がいっぱいで信用ガタ落ちみたい。行方不明の人を探せばいいのね。その依頼、私も行きます。ウェンディ、大した依頼じゃねえぞ。その人は怪我をして帰れなくなってるのかもしれません。それなら私の魔法が役に立つと思います。そっか、ウェンディの天空魔法なら治療できるもんね。よし、一緒に行くか、ウェンディ。あ、ちょっと家に戻ってもいい？7年空けたままになってるし。何7年分の家賃を払うまで入れません。大家より。いやー、7年分そんな大金払えないよ。ルーシーさんもでしたか。ウェンディもフェアリーテールの寮でしょ。フェアリーヒルスも全額払わされました。負けてくれましたけど。フェアリーテールも火の車だし仕方ないか。なんだルーシー、泊まるところないならうち来るか。え、大変だよナイチュー。お、ハッピー、今日からルーシーかな。金庫盗まれちゃった。魚買うお金もないよ。なんだって、よく探したのか。うん、
隅々まで探したけどどこにもないんだ。ルシー、さっきの話なしな？別にいいけど。ギルドも私たちも一文無しですね。早く依頼。そうね、最初によるとここが消息を絶った場所ね。行方不明になったやつを探して連れて帰ればいいんだろう。楽勝だぜハッピー。どっちが早く見つけられるか勝負だ。アイサー、ここにはモンスターが出ます。気をつけて進みましょう。あいつら聞いてないわよ。
暴れたんねえぞ。気をつけていきましょう。ちょっと。あれ、人が襲われてる。依頼にあった方かもしれません。助けに行きましょう。強そうな奴らじゃねえか。燃えてきた。ありがとう、助かったよ。あえっと、安心したら痛みが。怪我を見せてください。私が治療します。ああ、痛みが引いていく。お嬢ちゃん、こんなに若いのに。ところでオタクラ、どこのギルド？フェアリーテイルだ。フェアリーテイル、
聞いたことないな。新しい、フィオーレで知らない人がいないギルドだったのに。さて次は、負けてられん。よし、これで初仕事は完了ね。ウェンディ、お疲れ。お役に立てたようでよかったです。また誘ってください。早くお家に戻れるといいわね、ルーシー。あ、家賃のこと忘れてた。これじゃ全然足りないよ。次行こうぜ次。仕事こなしてりゃギルドも家賃もなんとかなるって。
そうだ。組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませてもらおう。ああ横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。まだやってやがったな。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルーシー、お前の取り分がなくなるぞ。俺の分はいい、お前らにやるよ。頑張ってね。さてと、行き先は。
よし。何？ん？グレー、依頼のあった密輸組織とは何かあったの？取引現場を襲撃して組織を壊滅させた。ただそれだけのこと。あいつらもう二度とやらないと言っておきながら、また密輸に手を出すとはな。悪いやつなんでしょ。もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな、分かるまで付き合ってやればいい。ここにしましょう。行き先は、行き先は、よいしょっと。よし。ありがとう。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。ん？なあ、思いっきりやってやれ。あの時やれやれ、お出ましか。痛いわよ。よし。ガリーのオーダー。アイスメイクカンバー。
楽勝楽勝。そこまでだ。お前は古い。7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始めた。それはお前が死んだ。あ？それがどう関係すんだよ。まさか俺がいないから好き勝手できるって。違う、そうじゃないんだ。捕まった後足を洗って農家を始め、事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。この幸せもお前のおかげだと報告。私たちが天狼島で消えて目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず。バカ野郎、それでまた密輸に手を出したっていうのかよ。こいつらはお前の家族なんだろ。なら守ってやれよ。悪の道に導くなど。まずグレイ、まあお前らの気持ちは嬉しいけどよ。帰ってきたぞ。調子いいね。さすがだ。逮捕されちゃったね。もう悪いことはやめてくれるかな。大丈夫だろう。あいつらは悪い人間じゃない。うん、そうだね。これにて一件落着。それじゃあ俺は次の仕事に向かうわ。